こんにちは、Gです。早いもので12月になりました。師走といえば大掃除。今回はラズパイの大掃除のお話。ラズパイもきれいにして新しい年を迎えましょう。年末には大掃除という習慣がある国は少ないそうです。一年を振り返りながら掃除すれば新たな気分で年を越せますね。さて、掃除の方法は大きく2種類あります。一つは手動で確実に整地に掃除する方法です。当たり前ですが、これちょっと面倒で知識がないとできない。もう一つはディスククリーナーソフトを使ってちゃちゃっと掃除する方法。そこで簡単便利なクリーナーソフトをご紹介します。ブリーチビットというソフトです。 Linux のほとんどのディストロで動作するんですが、ディストロによって削除対象が違ってたりしますが、基本は同じ。マンジャロでのインストールは簡単です。ソフトウェアの追加と削除を開き、ブリーチビットで検索してインストールします。ブリーチビットを起動してみましょう。左カラムに削除対象の項目が並びます。項目を選択すると、右カラムに簡単なヘルプが表示されます。各項目を見ていきます。やっちゃったとならないよう理解した上で利用しましょう。バッシュはシェルのログですね。あまり大きなファイルになることはありません。次はクロミウム。三角アイコンの行がフォルダーのようになっていて、下に詳細項目が並びます。クロミウムを選択するとパスワードが削除されるとアラートが表示されます。項目を選んでプレビューをクリックすると、削除されるファイルがリストされ、空き容量がどれだけ増えるか確認できます。パスワードや認証を削除すると後が面倒なので、クッキーとパスワードは残す方がいい。安全に作業するには手間ですが、項目ごとに削除する方がいいです。一括でやると簡単ですが、リスクもありますからね。 Firefox も同じ要領ですね。他のアプリを利用されているなら、ここにアプリ名が並ぶことになります。ジャーナルというのはシステムの変更履歴です。説明文では古いジャーナルを削除と書かれてますが、いつからのが古いんだろう。プレビューしてみると、なんだジャーナルなかった。リブレオフィスはマンジャロには入れてないのでパスします。サムネイルはファイルのサムネイル画像のことですね。消しても必要な時作り直されます。システムについては各項目の意味を解説します。カスタムは事前に指定したファイルやフォルダーを問答無用で削除します。安全のためなのか、ホームのルートでの利用が想定されているようです。ハンバーガーアイコンから設定を選び、カスタムタブで指定できます。キャッシュはターミナルでフリーコマンドを実行したとき、ユーストやキャッシュのところに含まれてます。キャッシュはかなり傘があり、プレビューすると多く削除されるのがわかります。
これの削除が一番有効と思います。クリップボードとゴミ箱はわかるでしょうからパスします。ディスクの空き容量の確保についてはあまり文献がありませんでした。解説を見る限りデータの断片化を排除する機能のようです。この手法は古くからあるんですが、手間の割に効果は小さいです。時間がかかる操作だそうですのでパスします。メモリーは実験的なスワップクリーナーだそうです。これはパスでいいですね。ローカライゼーションは指定言語以外の各国語の言語ファイルを削除する機能です。確かに言語ファイルは大きいし、例えばアムハラ語を常用する人は日本には少ない。プレビューしてみると500メガバイト以上削除してくれるみたいです。ただこれやっちゃうと表示できない言語がある状態になります。それを分かった上で空き容量重視な方はローカライゼーションにチェックを。一時ファイル、これは考えずに削除してもいいやつです。古いシステムログ、消してもいいんですがサイズは大きくないので効果は期待できない。壊れたデスクトップファイルは多分無効なシンボリックリンクの削除機能と思います。ディープスキャンは操作時間がかかると言われるのでパス。ハンバーガーアイコンをクリックすると別系統の削除オプションがあります。ファイル・フォルダーをシュレッドする。指定したファイルやフォルダーを削除し、かつ復元不可能にするんだそうです。そんなに重要なファイルがないので試してません。シュレッドって表現も怖いですね。空き領域をワイプする。空き領域を上書きして復元不可にするんだそうです。シチュエーションが想像できないので試してません。チャフを作成。ダミーファイルをたくさん作ってどれが重要なのか撹乱する機能だそうです。重要なファイルがないし、ハッカーの真似事みたいなので試してません。最後になりましたが、ハンバーガーアイコンから設定を選び、ホワイトリストにファイルやフォルダーを指定すると削除対象から外してくれます。ということで削除項目を決め、こんな感じに設定しました。削除を試します。結果はご覧の通りです。事例では5163ファイル削除され、ディスク容量は273メガバイト増えました。簡単で安全にディスクをお掃除できますね。では他のディストロにもブリーチビットをインストールしてみましょう。操作は同じなのでディストロごとの実施例はありません。ソフトウェアブティックでブリーチビットで検索してインストール。メニューで検索すると
ブリーチビットが2つあります。1つは管理者権限で起動するアプリになります。基本操作は同じですが、ディストロ固有の項目としてアプト関連と X11 があります。ターミナルで画面のようにタイプ。Ubuntu Mate と同様、管理者権限版を含め2つがインストールされます。ディストロ固有の項目はアプト関連と X11 があります。アプトはパッケージマネージャー、 X11 はディスプレイマネージャーですね。 MX-Linux もデビアン系ですから、 Mate やラズパイ OS と同様にインストールできます。ターミナルで画面のようにタイプ。 MX では管理者権限版だけになります。でもバージョンが 2.0 とかなり古いようです。固有の項目はアプト関連があります。久しぶりの登場、Fedora 36にもインストールを試します。何せ大掃除ですから。ところが Fedora 37へのアップデートがあって1時間以上かかりました。ブリーチビットのインストールは画面のようにタイプ。管理者権限版はありません。固有の項目には DNF 関連と GNOME、YAM があります。 Endeavor はマンジャロと同じ方法でインストールできます。 Ubuntu は Ubuntu Mate と同じです。年の瀬が迫る中、あまり手間もかかりませんので、ぜひラズパイの大掃除を。なお、誠に勝手ながら一足早くお正月休みに入ります。正月明けまで動画はお休みします。どうぞ良いお年をお迎えください。おっと、メリークリスマスが先ですね。来年が皆様にとってより良い年となりますように。ご覧いただきありがとうございました。やってしまいました。ヤフオクでノート PC 買っちゃった。奥さんに頭下げるのはこれからです。ところで、どんなものにも相場がありますよね。その意味ではヤフオクとかメルカリってちょっと割高じゃないですか。買った時より値段が下がったからなのか、新品より高い中古があったりします。それで調べてみると ebay.com って今は日本語で買い物できるんですね。越境 EC だそうで、送料や輸出手数料まで表示されてる。割高にはなりますが、日本にないもの探すのも面白そう。欲しいなと思ったのはアンティークなデコイ。じゃあ早速 eBay でおせちでも買ってみようか。ではまた次回。